ようございます。ベトナムニュースポストの小野美です。アシスタントの三上亜美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。世の中は年末に向かっておりますね。そうだね、はい。ベトナムはね、まあ、あのテトで旧正月をベースに動いてますけど、年末年始はどこ行かれるんですか？予定ないですね、うん、どこ行こうかな。年末年始って言っても1日しかないんだろうね、ベトナムだけだから。まあそうですね、逆にテトにどこに行くかって。そうね、でもまあ僕はチケットが安い時期で行きたいので、いや、それが意外と日本への、まだ最近調べた時点では4万円ぐらいでありました、ね。へー、あ、そうなんだ。やっぱりベトジェット様のおかげで。なるほど、なるほど。じゃあ今日はそんなベトジェット様に関するニュースです。はい、ベトジェット航空が国際的な評価を獲得。そう、オーストラリアのなんかそのニュースサイトなんだけど、そこがあの航空会社を格付けしてるのね。でそこでベトジェットはなんだっけ、ベストウルトラローコストキャリアに選ばれた。おお、なので一番イケてる LCC ってやつですね。衣装も可愛いですもんね。可愛いよね、うん、とっても素敵。そうですね、いいことですね。ベトジェットの話題いつもやってるからね、そうだから、なんかあ日本そのベトナム人観光客、日本へのベトナム人観光客は今年も増加、何十パーセント増加とかっていうよくニュースありますけど、だいぶベトジェットなわけですよね。そう、飛行機の数限られてるんで、来れるベトナム人の方も、まあ、直行便がメインだとしたら限られてるんで、直行便バンバン飛ばせばもっともっと増えます。あとやっぱ実際利用してて思うのが、やっぱりそのなんだろう、今まで日本の航空会社とかだとやっぱり日本人がいっぱい乗っててビジネスとかいろいろっていうイメージだったんですけど、ベトジェットが出てからベトナム人の乗客が圧倒的に多くて、だからベトナム人の方が気軽に海外に出れるようになったっていうのもすごいいいことなのかなと。確かにね、日本にもね、どんどん遊びに来てほしいです。日本人ってこういう LCC 使う人、LCC 使う人もちろんいるけど、LCC でしょ的な反応ってまだあるよね。あれ何なの？LCC 出てきてさ、もう何年、15年くらいでしょ、うん、いつか落ちるよみたいなことたまに言われます。そうそう、でもそれ、大丈夫なの？それね、確率の話で言ったらだいぶないです。だいぶないし、そんなデータもないし。そうそう、結構 LCC 以外の遅延多いし、狭いんでしょとかっていうのもあるよね。あ、確かにちょっと狭いけど別に、ね、まあ、日本人とベトナム人は割りかし小柄、体は小さいからね、全然大丈夫だし、ね、そうです。何なんだろうね、あれね。そう、だから日本人がなぜ LCC、 日本人で LCC 大丈夫なの発言が未だに多いのが僕はちょっと理解に苦しみますね。全然 LCC 問題さ、そのいつもビジネスクラスに乗ってる金持ちだったらさ、いいけどさ、そうそうそう、まあでもこれでね、他の国でもベトジェットが認められたことによって、またなんかいい方向に活性化していくといいですね。だから、あれだよね、日本人の LCC くらいは、日本人の海外旅行を嫌いっていうか、海外旅行楽しめないんだけど、パスポート持ってる人も半分くらいでしょ、半分持ってないのかな、そういうのにつながってるよね。よし、ベトジェット頑張ってください、はい、以上本日のベトナムニュースでした。ご質問などありましたら YouTube のコメント欄にてお聞かせください。
今話題なのが UE2 です。そうですね、魅力的な旅っていうタイトルのテレビがあるので、これで最近日本各地を紹介してます。仙台、福島、九州も行ったし、で今度は北海道も行ってるし、という感じで日本各地を紹介する番組やってます。もしご興味ある方はご覧ください。以上本日のベトナムニュースでした。ありがとうございました。はい、また明日。